で、お次です。はい。X1800。はい。ですね。これはですね、まあ、この X シリーズっていうのはですね、まあ、デノン DJ にとって、まあ、フラグシップのものになります。はい、まあ、前作の1700もですね、32bit のデジタル解析を使ってですね、うん、あの、だいぶ高音質を実現したんですけど、さらに、進化を遂げてやってきたと。はい、いう感じになります。まあ、機能的にはこれは新しすぎるなみたいな、そういう機能があるわけではないんですけど、まあとんでもないこと やられるよりも全然いいなと、はいはいはい、いうふうに思います。はい、でですね、まあちょっとこれも触ってフィルターだったり、あとこれスリープ FX って言って、まあインスタントにここでかけてるんですけど、はいはいはい、そういうこともできますので、ちょっと触っていただければと思います。はい、はい、じゃあとりあえずフィルターから、フィルター、はい、はい、どうしても比較するのが某ミキサーになってしまうんですよ。どうでしょう。どうしてもただ、うん、あの結構きつかったりとかするじゃないですか。ああ、なるほど。ものによってはフィルターが、うんうんうん、でまあ調整できるタイプもある、うん、あるんですけども、デノンのミキサーのこれめちゃめちゃ気持ちよくかかってくれます。うん、段階が細かいよね。はい。うん、もうすっごい気持ちいいですね。これすごいよね。これ、うん、これは本当物いいんですよ。はい、うん、あのね、あの高そうなフィルターの音。そうですね。高そうな。なんかどっかアナログ感を感じる、はい、うん、そうだね。ところはあります、ね。これ段階がすごいきめ細かいです、ね。はい。はい。じゃあ次これいきますか。はい。はい、スイープエフェクト。これは押して、はい、まだダブエコー。回したけど。ナチュラルなかかり方でしょ。はい、ノイズ、ノイズはまたチャンネルで変えていく。ウォッシュアウト、ウォッシュアウト、ウォッシュアウト、これです。あ、なるほど。ディレイでこう消えていくっていうのがなんかつまみ一発でできます。ちょっとやってみましょうか。実際にもうレイヤーであえてつなぎましょう。じゃあね、はい、このんこれか、まあいいや、どこでもいいや。はい、はい、これをじゃん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 って言ってパーンです、ね、パーン、はい、ちょっとじゃあじゃん、はい、もうやってみてください。はい、あれまあこういうこともある。まあまあまあそうです、はい、まあテイク2でいきましょう、はい、せっかくですからね。はい、じゃあいきます、はい、こんな感じですね。はい。はい、やばかったね。はい。というわけでございますね。はい。で、あとゲートもちょっと一回お試しいただければと思いますね。はい。いいっしょ。なんか、すごい全部そうなんですけども、うん、こう、なんて言うんでしょう。非常に、なんか、思った通りになってくれるみたいな、感覚通りになってくれる感じがすごい、ノイズとかもすごい、うん、あ、こんぐらい回したらこんぐらいだろうなってご希望通りにやってくれる、うん、ご希望通り、はい、間違いないです、うん、という感じで、これね、本当、期待を裏切らない感じがしますよね。はい、で、じゃあちょっと終わっちゃったんで、もう一回戻しますけど、今度ですね、総合的なエフェクトになります、はい、まあこれも同様ですね、はい、あの非常にですね、デジタルのエフェクトの処理の仕方がものすごくこうサンプリングレートって言って、1秒間にこう何回サンプルするか、非常にこう細かいんですね。
なんでこうかかる波形が綺麗、はい、というあの理屈なんです、はい、じゃあちょっと、これを押していただいて、これも回ってたけど、はい、かかるんで、はい、点滅してるときはオンで、うん、まあ、エコーですね。そうですね。あめちゃめちゃ綺麗ですね、うん、で、タイムはですね、これで今3分の4ですけど、なるほどですね、まあ、非常にクオリティが高い、はいはい、その次に、ディレイ、ディレイですね、まあ、これも似たようなもんですよね、はい、はいはい、で、まあ、もうちょっと、まあ、今8分の今8分の1ですよね、4分の1、はい、うん、はい、いう感じです。じゃあその時ピンポン、ピンポン、はい、まあこれもまあリレーの遅れ系ですね。まあ、ちょっと YouTube じゃあれですけど、これ実際はこうやってなるんですよね。そう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 、ですね、はい、トランス、トランス、はい、これもまあ綺麗ですけど、あ、どうですか、あーゲートっぽいっていうか、そうですね、はい、まあゲートですよ、ゲートです、はい、いう感じ、まあちょっと半分ぐらいかけると面白いですよね。ああ、あとはフランジャー、まあおなじみですけどね、はい、ちょっとこれは現実的じゃないかかり方ですね、はい、はい、そうですね、これですね、はい、これですね、うん、でもすごいナチュラルでしょ、そうですね、自然なかかり方です、うん、じゃあ次行ってみましょう、はい、じゃあお次はですね、あれ、ああ、フィルター、フィルター、ね、まあこれはああ、いいですね綺麗でしょ、めちゃくちゃ、めちゃくちゃ、はい、ああ、もういいね、すごいよね、未来っぽいっていうかさ、うん、で、まあ、フェーザーですね、フェーザーもまあフィルターの、まあ、仲間だよな、はい、すごいっすね、これすごいっすね、ちょっと、ちょっと違うよね、ちょっと違います、あの、なんて言うんかな、やっぱ分解のが細かいんじゃないかな、はい、多分これ、フロアで聞いたらどうなるんだろうなって、ね、期待しちゃいますよね、はい、じゃあリバーブ、リバーブ、はい、激しくかかる、そうですね、 DJ 的ではあります、うん、ですね、はい、で、間違えた、はい、ロール、ロール、踊っちゃおう、踊っちゃおう、踊っちゃおう、みたいなロール、などなど、などなど、リバースロールとかビートブレイク、これもいいですよ、あ、なるほどっすね、これいいですね、うん、もう自分でこうロールとか押さなくていいですね、そうですね、はい、もう何でも全自動の時代ですよ、はい、でスクラッチ、これはやばいっすね、芸が細かいでしょ、はい、うん、あとはセンドリターンも、あるという感じでございます。でこれ本当に内部の DSP がですね非常に性能がいいと思うんですよ、はい、まあ
本当に、まあ、細かく刻んで、そこから、アナログに出す段階のところ、非常にパッと聞いて分かるよね。そうですね、うん、あのクオリティが高いの、はい、おすすめです。はい、という感じですね。